バイクはどう、今までなんか嫌なこと言われたことはある？ネタ見せとかで。あ、ネタ見せ、あの私たちのやってるこの何々のネタでオーディションを受けに来てくださいってこう指名で言われたんです。あのネタじゃあどっかで見たからみたいな、はいはいはい、ほぼ受かってる、もうほぼ受かるみたいな感じで行ってやったら、え、なんでこのネタにしたって言われて、でも普通に落ちて、その当時そのレギュラー番組があったんですよ。でそれを履歴書にもちろん書くじゃないですか、うん、じゃあそれもそのプロデューサーがこうやって見て、え、何々番組出てたって言われて、レギュラーなんですよ、うん、で私たちが、あ、レギュラーですって言う前に、何々番組出てた、あ、なんかゲストかみたいな。あ、やだ、その言い方も上からで、ね、一生忘れません。